ました。ケマスクッキング、今日やる料理はね、はい、じゃじゃん、はい、トマトちゃん、はい、これ使ってね、もうね、今日は、はい、簡単丼シリーズやっちゃいます。はい、料理スタート。はい、今日の材料説明いきます。はい、トマト1個ね、はい、卵2個で、豚バラちゃん 80g くらいかな。あとね、ご飯適量ね。はい、こんだけでーす。よし、じゃあね、早速調理の方行ってみたいと思います。まずね、はい、トマトちゃんはこんな感じでヘタ取って、よいしょと。そしたらね、こんな感じでいいかな。今日はこう、だいたい1センチ角ぐらいのこう角切りにします。はい、こんな感じね。はい、こんな感じで全部こんな感じに切っていきます。はい、そしたら、はい、豚肉ちゃんはね、食べやすいようにこんな感じで2センチぐらいにカットしていきます。よし、そしたらね、早速ね、調理の方行ってみたいと思います。はい、まずね、油大さじ1杯。そしたらね、まずね、卵ちゃんこんな感じでかき混ぜて、はい、じゃあ入れて、はい、こんな感じで半熟状態になったら、はい、別の器に一旦取り出します。はい、そしたらね、はい、今度ね、このフライパンの中に、はい、豚肉ちゃん炒めていきます、ね。豚肉ちゃんはね、バラ肉なんで、これ油しかなくても大丈夫です。こんな感じでしっかり炒めていきます。はい、こんな感じでしっかり、はい、豚肉ちゃんに火が通ったところで、はい、先ほどね、カットした、はい、トマトちゃんね、はい、トマトちゃん、はい、投入します。それでね、トマトと、ね、豚肉のコクとね、トマトの酸味で結構これいい感じですね。はい、こんな感じでささっと炒めて、こんな感じでね、炒めていくとトマトちゃんのいい香りが立ってきます。はい、いい感じ。はい、こんな感じでトマトちゃんがこう少しね、こう皮のところがこうめくれてきて火が通ってきたら、はい、今日の味付けね、はい、今日は超簡単、茨黄金の味。はい、焼肉のタレ、これはね、どこのメーカーでもいいですよ。はい、これはね、ジャジャーってこんな感じで、大さじ 2杯から 3杯ぐらいかな。はい、こんな感じで、はい、はい、こんな感じで味が絡まったところで、はい、先ほど炒めた、はい、半熟卵と戻します。ざっくり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 、はい、そしたらね、はい、ざっくり混ぜたら、はい、もう具材の完成です。はい、そしたらね、はい、出来たての、はい、卵ちゃん炒めを好きなだけね、ご飯をよそって上にぶっかけちゃって、はいはい、おいしそう。よし、こんな感じで、はい、ご飯に盛り付けたら、はい、最後の最後に、はい、飾りに万能ネギチラチラチラってぶっかけて、よし。でね、これあってもなくてもいいけどね、ごまちゃんなんかもあったらこうね、散らしてあるとちょっと雰囲気いいよね。はい、こんな感じで、はい、ごまと、あ、もうちょっとこっちの方がいいかな。はい、はい、ごまと万能ネギを散りばめて、はい、完成しました。今日の簡単丼ね、なんだろうね、これトマトと卵、トマタマ豚丼の完成でーす。はい、めちゃめちゃ簡単、簡単すぎてごめんね、ごめんねー。よっしゃーね、早速ね、食べてみたいと思います。はい、今日の感じ、こんな感じですよ。かわいいね、今日の感じはね。めちゃめちゃ美味しそうですよ。はい。じゃあ、早速、これを食べる前に、はい、いつも通り、チューハイタイム。皆さん、お疲れ様でした。乾杯。おいしい、もう毎日おいしい。ってことで、はいはい、今日の感じこんな感じですよ。おいしそうに取れてるかな、めちゃめちゃおいしそう、かわいいですよ。はい、じゃあ早速ね、食べてみたいと思います。いやー、おいしそうだなこれ。いただきます。いや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 、トマト、卵、ね、豚肉を、いただきます。俺はもうめちゃめちゃ美味しい。当たり前だけどね、これもう失敗のしようもないこう味付けだし、いや、もう取り合わせもめちゃめちゃ美味しいですよ。これ卵、トマトね、豚肉、いや最高ですよこれ。
もうね、焼肉のタレだからね、あの失敗する心配もないし、味付けね。いただきまーす、ご飯ね。うん、おいしい。うん、このね、卵となんていうの、トマトっていうのはものすごい相性良くて、これだけでも炒め物としてね、まあオイスターソース味でも塩味でも何でも、あの味付けは成り立っちゃうんですけど、まあそれにこのね豚肉合わせることによって、さらにねこのねご飯のおかずに最適になりますよ。いや美味しいな、これ本当に取り合わせ最高。でもうん、これはいい。しかも簡単ですしね。うん、なんだったらね、これね、豚肉入れなくても全然成り立ちますからね。まあ入った方がいいけどね、絶対的に。で、やっぱりあの焼肉のタレってどう考えても家であるんだけど、毎回毎回ぴったり終わんないですよ。あの焼肉しょっちゅうやる家はまあ、いいとして、そんなしょっちゅうやんないじゃないですか。だから結構ね、冷蔵庫のそのなんか常に片隅にね追いやられてね、焼肉のタレかわいそうなことになっちゃうんです。だからちょいちょいね、僕の動画ではこの焼肉のタレ活用して簡単にやっちゃえみたいなことやってますけど、まあね、本当そうだと思うんですよね。あのもう簡単にね、なんていうのかな、うん、簡単で美味しい、うん、それでいいんじゃないかなと思う、単純な話ね。なんでまあその焼肉のタレもうね、なかなか焼肉以外活用しないところをこうやってねご飯もに持っていくっていうのはねいいと思います。それで今日のこのね取り合わせはもう最高です。このね卵、トマトで豚肉、これはご飯に合いますよ。もうめちゃめちゃ簡単なんだけど、めちゃめちゃ美味しいで、割かしそんなに高くもないですしね。うん、めちゃめちゃいい取り合わせです。うん、おいしい。うん、ということでね、今日の簡単丼ね、焼肉のタレを使った簡単丼、うん、トマタマ豚丼、はい、大成功です。皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。